天間基地の名護市辺野古への移設計画をめぐり、沖縄防衛局は今日、大浦湾側の工事に向けた海上での準備作業に着手しました。午後1時の大浦湾です。潜水作業中という旗が立っているのが確認できます。海上宿の設置に向けた準備作業が進められているとみられます。普天間基地の移設計画をめぐっては、先月国が代執行で県に代わって設計変更を承認し、埋め立て区域の北大浦湾側での工事が可能となっています。沖縄防衛局は護岸の造成などに使う資材を借り置く海上ヤードを新たに設ける計画で、今日海上ヤードを作る場所では濁った海水が広がるのを防ぐ汚濁防止膜を設置している様子が確認されました。石材などを投入する本格的な工事は今月12日にも始まる見通しです。一方、県は2013年に埋め立てが承認された際の留意事項とした事前協議で、環境への影響などを防衛局に確認することにしていて、協議前の着工は認められないとしています。事前協議の手続きもまだきちんと取れておりませんし、工事を強行するという姿勢はいかがなものかというふうに思います。